世界アニソン総選挙3時間にわたり放送決定。スノーマン佐久間大介、元日向坂46渡辺美穂、声優の宮村優子らが出演。テレビ朝日は日本のアニメソングのナンバーワンを決定する外国人がガチで投票。世界アニソン総選挙を21日午後6時から3時間にわたって放送することが決定した。今回は海外に住むアニメファンに、あなたが一番好きなアニソンは、というアンケートを実施。その集計結果をもとに、禁断ランキングベスト20を発表。ランクインしたアニソンの人気の秘密&愛される理由も現地で徹底取材する。MC は爆笑問題、太田光、田中裕二とウエンツ英二が務め、SP プレゼンターには俳優の上川隆也が登場。芸能界でも屈指のアニメ好きとして知られる上川のナビゲートでランキング発表が進んでいく。スタジオにはアニメ好きゲストとして、スノーマンの佐久間大介、元日向坂46の渡辺美穂、イタリア出身のコスプレイヤーユリコタイガーが登場。さらに、大ヒットアニメ、推しの子、レアリマカナ役、ハンター×ハンターの主人公ゴンフリークス役を務めるハンメグミ、ドラゴンボールのベジータ役で知られる堀川亮、ポケットモンスターのサトシ役をはじめ、歌手としても活躍。現在放送中の幕神戦隊ブンブンジャーでも声優を務める松本里香、そして新世紀エヴァンゲリオンのアスカラングレイ役の宮村優子が出演する。